飛ばせ。マグロ持って降りて。マグロ全部。ん ?7 は?うん、いった。7は?7は多分もう下に降りてない。え?なんたる、なんたる賢さ。もう7は下に降りとった。え?周りの何?八丁の刺身。いいなぁ。いや、ブリが一番美味しい。ブリこれ。ブリブリ。これが、これがタチウオ、これがマグロ、これがブリ。うん、まだ上からいっぱいマグロ持って降りてくるから。なな、昔からコリコリやで。タチウオいただきます。タチウオの刺身とかやば。コリコリやー言って気絶しとったやん。いただきます。ちっちゃくなった。ん?細かったん?いや違う、ちょっと太っとったけど、うん、ちょっと人に見たのが大きかって、あちょっと硬いやん、うん、普通よりいい。なのさ、さつまいもさ、さつまいも人にあげたのがでかくて、うん、自分食べるやつ小さいっていう。え、これ今日釣ったやつ。なのの代わりと思われば新鮮やん。ハマチは、ハマチ、ブリは昨日釣ったやつ。ハマチは今日釣ったやつじゃないと刺身ができる。うまっ。そうなの。刺身はほんまはできん。もう食べちゃった。新鮮だな。お菓子でも食べ。中国の韓国は韓国。ん?ん?最近ハマっとんねん。いや、おとんがさ、ルシア、ウソルシアって言うからさ。あ、奈々ちゃん、あれでも第一章、中国。何それ？え？今日20匹いった？25。うん、だいぶ逃がした俺。それであのお米買いに行ったお百姓さんのとこにあげるわって言ったら、最近魚が魚離れしとって嬉しいわ嬉しいわってすっごい喜んでくれた。へえ、そうそう、魚高いからな。船の上であのさばいとうからな、うん、血抜きして、うん、尻尾も切って、それ私の力作。うん、かわいきない。8億120万入った入った入った。俺下手くせやん。お父さん下手くせ。そこ入った。10時ぐらいからやっと連れ出して、うん、取って。あ、いいよ、もういいからな。なんかどないしても合わへんねん、この人。なんでなん。まあ、うまいね。まあ、20匹ぐらい釣っと。釣りの勝負でもしてる。タチウオってこう立って泳ぐねんけど、ななちゃんこうやってな、海の中でこうやって泳ぐ、こうやって泳ぐねんけど、ちっちゃいやつはこうやって逃がしたら慌てて横泳ぎでシュッシュッシュ。え、ちっちゃいやつが投げてきてたら、ちっちゃいやつはリリース。ななちゃん電動楽やったやろ。あ、もう楽ちん。だってな、水深 130m やで。隣の男の子考えられんやろ。隣の22歳男の子大変やった。手巻き。大丈夫って言ったら死にますって言ったら。やろな。やばいやん、手巻きは。筋トレやで、筋トレは。まあ、下が高だやろ。ベイベイ。奈々ちゃん、海広いのにさ、石上からポンって投げたらな、船が当たりそうなんだよ。船。船。50層ぐらい。そうなの。あんな、だって前でずっと人が見えるんだ。戦乱の、なんか、あ、戦乱の海で行ったん。海ってタイタニック何個分？スモトに行ったんやけど。スモト？戦乱からも船行った。海ってタイタニック何個分？8個分。もうありとあらゆる船が来とった。すごかったよ。もうなんか、山に釣れるんやな。ぶつかるぐらい。あとめ、うん、1個で十分。ん、これ飾りやから、うん、そういうもんだ。ココロ君、大根食べて。私一生懸命作ってん。ごめん、大根、うん、ほとんど私が食べよう。あら、まだあるで。まだありますよ。作ってん、こいで。
喧嘩に行く暇がなかったから。ほら、ほとんど大根ね。大根美味しくて。ママさ、刺身より大根の方が食ってない。うん。エミちゃんが喜んどうで。ちょっと、豆腐がない。ごめん、だから買い物行ってないから自給自足しとうねん。自給自足ではない。え、じゃあマグロ釣ってきた。マグロはもらった。豆腐のお茶倒しようかな。わかめよりさ、豆腐入ってた方が味噌汁って成り立つ。ごめんなさい。早くない？食べよ、もっと。肉余っとうで。肉ちゃうわ。うん、正解やで。うん、危なっ。わぁ、神様がいなくてー。にきあいおー届けてくれた。え、これ2番目。ママちゃん、剣なくなった。もうないよ。ないの？ママちゃん、ママちゃん、サムライが持ってる剣なくなった。剣なくなった？うん、サムライが持ってる剣なくなった。これはラーソンにね。ボロ剣なくなった。ラーソンに乗れ。ココロ君の髪の毛なくなった。確かに。ラーソンに乗れ。シワ剣なくなった。ラーソンに乗れ。試合した時の帽子も取ったら、脱帽っていう。言ってからさ、脱帽って言ったらさ、ああ、じゃあ俺脱帽って言って。こうやって受けた。ピアノだけ受けた。で、阪神で横から投げる人って思いつくのね、親木しかおらんの。いや、小林茂。あれ？スタメン？じゃなくね？親木。松崎茂。何？うん、青柳や。お父さん。はい。エミちゃん持ってきてよ、食べたら。あ、テリーちゃんまだ晩ご飯別なん？別やで、もう完璧別やで。言った？うん。高いで。はい、カメラ、カメラ。1キロが3000円。誰も残したなんて言ってないよ。はい。いいよ、それ残してない。うん？ごちそうさまですって言ってくれたら作った甲斐がある。ごちそうさまです。